彼氏に振られたっていう先輩だよ。当たった。わしの言うた通りじゃろ。この娘の男に対する怨念が生きるほどない化け猫を生み出したのじゃ。ていうかいつからここにおったんや。深い女の業じゃの。そこを小太郎に利用されたか。よしか。サスケ、ご苦労だったな。少しその女に用がある。そこだけな。半蔵、何も手荒な真似をするつもりはない。少しその女に聞きたいことがあるだけだ。先輩、私女、お前をこんな目に遭わせたのは誰じゃ。三村さん。三村？そいつが小太郎じゃな。それさえ聞ければもう用はない。行くぞ日光。おう。サスケ、あいつら今すげー勘違いせんかったか。はあ。ああ。なんだ。久しぶりだな。何この女誰。だって知らない。誰冷たいこと言うな。知らぬ中で回る前に。何、どういう関係なの。深い関係だよ。深い。あ、私の他にも女がいたの。いない。継続中なの。まっただ中だよ。信じられない。もう逃げられんぞ。観念せい。何の話でしょう。わかってるくせに。最低。あんたとなんかこれっきりよ。婚約解消。パパに言いつけてやる。そんな。邪魔者はいなくなったようだな、小太郎。小太郎？人違いか。半蔵様、こいつどうします。紛らわしい真似し腐って。お仕置きだな。はーい。なんで俺がこんな目に。そうか、彼女元気になったか。うん、もう新しい彼氏ができたって。まったく女は怖いの。くつろぐな。おっさんは寄れんかっか。